どうも、エルザレトです。それでは、ドラクエ10やっていきましょう。次回はということで、オルフェアの街に行くということですね。こちらやっていきたいと思います。さあ、その前にちょっとマイクの調整をね、そんな感じで、オルフェアだね。いやいやいや、おでんで刺すな。賢者頃に夢の内容を語ったと。夢の中でネルゲルがそんなことを。思った以上にシリアスかつデンジャーなようじゃな。こののんびりしておれる。オルフェア、オルフェアということで。次だね。アクロバットケーキ。その爪楊枝くわえた顔は似合ってるね。さあ、この頻度で、なんか、イベントを切ると、物語も最後のあたり来たって感じだね。まあ、シーズン1ということなんでね、頑張ってやっていってるわけですが。さあ、オルフェアは、あ、この子たちか、次はね。そうだね、ちょっと道具の整理をしたいんで。はい、そしたらアイテム整ったんで行きましょう。なんかすげえなあれ。さあ、サーカステントに行くってことなんで、こちらですね。すっごいメルヘンな感じの。あ、こっちか。さあ、中入りましょう。裏ではなく、裏に間違えてきてしまった感じだね。次の場所も、あ、やっぱサーカスだからか。
へえ。Ladies and gentlemen and all fellow children っていうことで、全員子供にしか見えないんだけどね。これも子供なんだ。生殖にいいだね。今最後悪い顔したね。消え去る。誘拐事件。警部ちょっとなかなかだね。隠れ警部がどうぞ取り口戻してみせますぞと。なんかちょびひげがちょいちょい目立ってたけど、裏に行くって感じか。他の連中の脈もそこの若いの脈を動かせんぞと。団長消えたんだ。悪そうな顔にしか見えなくなってきたね、団長ね。さすがにこんなところはね、なんもないと思うんだけど。誰だよ、あんた。さあ、無期限ブレブね。
冗長だったんだ。なるほどね。銀クル地方に、そこからさらに南に進んで銀の丘、銀の丘、へえ。そう、なんか一応予測して伝言みたいなの残してたみたいですね。さあ、銀の丘へ行ってみますか。まあ近場までだけどね。お、今回は近くまで来たね。やっぱ近くのルーラストーン触っとくの大事だね、とりあえずね。銀の丘、でも入ってくださいと言わんばかりのね、扉が。やべえな。おう、なんか事情ありな感じだね。次はオルフェアね。もう来いって言ってるようなもんだもんね。さあ、移動が続くね。空が不気味な色に、なんかやっぱ予兆してやってたってこと。今日で15年目だ。約束の15年目だぞ、アルウェ。この悪魔サイガスとの契約、忘れたとは言わせんだ。おう、さあ、オルフェアの子供らの命、それでこの私に差し出してもらおうか。まあそういうことか。町内侵入罪で逮捕するのであると。危険がいいので時計釣りがしもうダメダメじゃん、この警部。
おお、なんか妹と因縁があったみたいだね。かっこいい。ミルエルの森までオピキだ。ミルエルか。ここまでおいで悪魔さんコーチラーと。あ、このキャラもこれでいいねいいね、あれこれはこれでいいね、面白いね。まあでよく分かってないんだけど、なんか契約をしてたっていうのが一つ。回復は問題ない。まあ契約を何してたっていうのが今から分かるんだろうね。何してたんだろう。記述かな。それができるようになったのが理由かな。明らかに遠くなった気がするね。この辺りは早送りで。さあ、ミュルエルの森に来ましたね。これその前とはボス戦になりそうですね。まあまあある程度大きな変化がない限りは飛ばしで行きますか。やっぱこう敵強くなってきたね。マジックフライ虫系なんだ。さあ、そろそろボス戦ですかね。だいたい魔法の小瓶があるとね、ボス戦なんで、やっちゃいますか。もう、なんかどっかで見たことある顔だな。貴様、オルフェアの子供たちどこに隠したんだ。悪魔たちはそいつを知りたきゃ。この俺を倒してみるんだ。
赤間さんこちらここまでおいでだ。大体そうなるとやられそうなパターンだけど、はあ、やっぱこの石像が何かあったんだね。なんか一回あったんだよね。賢者なのかな。まあザイガスやっちゃいますか。そのうちマコトラとか欲しいよね。やっぱしね、MP 足りなくなってくるよね。サンキュー。あと一発かな。決まんなかったね。さあ、フルボッコレベル45、いい感じ。おのれアルベ、アルベはどんな子だったんだろうね。感じだけど、そうだね、今やっと名前言ったもんね。めちゃくそ言うね。まあでも死んだ理由はやっぱ出てこなかったね。寿命だったのか。さあ子供を助けますか。you
なるほどね、倒さんかったらダメってことだね。昔々のお話か、まあ、これでやっとわかる感じね。昔々と言っても15年ほど前のこと、ホルフィアに娘がおりました。娘には生まれつき未来のことがわかる不思議な力がありました。はい、これがってことね。ある日、娘はどうしても銀の丘へ行かなければならないと、そんな予感がしたのです。本当に変な扉あるし、ヨジッコ、アルベちゃんもこんな変なのが本当にあるなんて、さすがにびっくりだわ。こんにちは、呼ばれて飛び出たアルベです。銀の丘に現れた不思議な扉の中で、娘フォステイルというクイックリーポから何でも願いを叶うノートをもらいました。ノートに書ける願い事は3つ。ただし3つ目の願いを書いた時、願いを書いたものは破滅する。フォステイルはそう語ったそうです。これって本当なのかな。そうか、試してみちゃえばいいんだ。アルベちゃん賢い。本物のお姫様になりたいです。メギトリスの王子からお使いが来て、娘は王の妃に迎えたと告げたんです。おお、違いますだいぶ決まったまだね。クリポの救世主が生まれているはずと、そいつの居場所を予知してもらおう。救世主が生まれていないって知ってたんだね。だからここがクックリッポに生まれ変わってたら分かってたとか変わるのかな。ちょっと気になるね。救世主くんはまだ生まれてない。
本当よ、本当なんだよ。流星君はまだいない。でももうすぐ、これから15年の間にオルフィアのどっかで生まれる。ほら予知してあげたわよ。今度は私のこと聞きなさい。なんだと？約束して。15年よ、15年間絶対にオルフィアの子には手を出しちゃった。15年経ったらオルフィアの子を全員食べちゃえばいいわ。でもそれまでは絶対、絶対の絶対ダメなの。何を言い出すかと思えば、たった15年ポチ待てばいいんだな。赤根にとってほんの一眠り。そんな長く寝れるんだね。お前と契約を交わしてやろう。これから15年の間オルフィアの子には決して手を出さん。ただし15年後の今日になったら好きにさせてもらうぞ。15年後の今日、オルフィアの中の子供を皆殺しにし、救世主を始末してくれ。ご苦労様だったな、アルウェ。うちの子にお前はいずれ苦しまにを殺してやろう。里帰りして一人娘のラグアスを産んだのはそれから1年後のことだった。悪魔なんぞと契約したせいなのか本当のこととこは分かんねえが、あるいはその後ひどい死に方をしちまった。住んだと言えもろとも一晩でミイラにみてえに引っからびて死んじまったと聞いてる。三つ目の願いを書いちゃった。俺も怒らない。でもこれだけは確か。あるいはオルフィアのガキどもを悪魔から守るために15年後の今日、町中の子供をさらえて俺に頼んだ。リリーの強い旅さんが悪魔スライガスを倒してくれるからってことでね。まあ、切ない感じだけどいい話ではあるね。警部が、あ、開いた、閉じた。じゃあその時が来たら開くってことだね。永遠に眠れ。ピッピャペ、ピッピャペっていうの珍しい名前が。そう、広場か？いや、サーカスだろうな。あ、そういうことね。表か。リリース・ジェントルメン、エンドルフィアのチルドレン、そして勇敢なる旅人エルザレット。この方こそオルフィアの子供たちを守ってから守った英雄です。どうぞ盛大な拍手を。いやかっこいいって。
なかなかの。おお。城のキーエンブレムが出てきた。いや、あの油まみれ、さあこれで5つ揃ったわけだね。あと1つは新しい街があるのかな。そう、サーカスさんのスターということで、玉山の間に行くわけか。1、2、3、4、5。お、次メギトリス城らしいんで、また次やっていきましょう。いや、でもいい話でしたね。じゃあ今回はここまで。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。それでは次回またドラクエ10の世界で会いましょう。ほんじゃまたな。最後までご視聴ありがとうございました。エルザレットゲームズチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。また、チャンネルが面白かったら高評価もよろしくお願いします。他のゲームもたくさんやってますので、ぜひまた遊びに来てください。それじゃあまたね。